小田急ロマンスカーの常識がぶっ壊されました。皆さんこんにちは、塩の海はじめです。今回は小田急3番型エクゼ車という、もはや小田急常識をぶっ壊していく恐ろしい列車、今回はこんな小田急を変えた列車について皆さんにいっぱいお話をしていきます。今回は結構いっぱい喋るつもりですので、結構時間に余裕を持って聞いてください。30分以上喋ること前提にこの動画を作ります。編集尺が30分切ってたらすいません。まあ、とはいえこれぐらい本当にこの今回紹介する小田急3番型エグゼ車というのは、とにかく歴史的に、小田急の歴史的にもすごい大きなインパクトを与えて、かついろいろと話すネタがいっぱいあるので、今回はこの小田急3番型エグゼ車についていっぱいいっぱいお話をしていきましょう。今回は長いのでちょっと牧場見せておきますね。まあ、この牧場通り今回はお話をしていきます。一応牧場表示しますけれど上から見ますね。まずはなぜ開発されたかについてお話をします。その次にコンセプト、やっぱり車両がどういうコンセプトを持つのかもお話ししましょう。そしてその話の後に、それに続き車両特徴もお話しします。やっぱり特徴はコンセプトを引き継いでできますからね。まあ、どういう風に反映されたのかもわかります。そしてその次、嫌われてるけど、実はいいやつ。話を見れば多分なんでこういうタイトルなのかがわかります。進化。まあ、言い換えればリニューアル工事ですね。この電車一応リニューアル工事されているので、まあ、その内容についてもお話しします。そして最後は今の状態。やっぱり今現在どういう風に扱われているのか。これは一番最後ですけれども、紹介をしていきます。まあ、こういう感じで今回はお話を進めていくつもりですけれど、ものすごい長くなりますので、本当にマジで時間に余裕を持って聞くことをお勧めします。というわけでまずは、一つ目のトピックからお話を始めていきましょうか。そもそも論ですが、意味もなく、よくわかんないけど適当に電車を作ろう、そういうことは基本的にまずありえません。当然ちゃんと理由がありますよね。というわけで早速まずは、この、なんで開発されたのか、このエグゼ車の開発の理由についてお話をしていきましょう。まずそもそも論として、このエグゼ車はいつ出たのか、答えは1996年です。一応1996年から営業運転を開始しました。ではそもそも話、この1990年の小田急、このロマンスカーの状況についてまずお話をしましょう。ロマンスカー自体は1950年代後半出た SE 車から始まり、そこから徐々に最初からかなりブランド力を持ってました。理由は簡単で、やっぱり東海の新幹線で開発をする際に、この小田急3000型 SE 車の技術が役に立ったからです。この車両の特徴や試験運行等によって、結果的には新幹線の開発のデータを助け合った。他にも当時としては非常に画期的でかっこいいデザインだったことから、そもそもの話、見た目でも人気になり、結果的には小田急のヒーロー、いやそれどころかもうもはや箱根のヒーローと言ってもいいぐらいすごい名誉を得ました。そしてこの結果として、やっぱりロマンスカーは高騰時からもうブランド力抜群。この結果としてどんどんロマンスカーは成長していき、もう1990年にはいっぱい電車が走ってました。さすがに1990年代初頭にちょっと SE 車は引退しちゃいましたけど、寿命の観点で。とはいえ、それ以外のロマンスカーはまだまだ元気に走ってました。ただやっぱり、SE 車は次の世代である RSE 車という小田急のロマンスカーが走りましたが、これも1960年代初頭の電車。さすがにもう30年以上走らせると、まあ特急電車ですので、やっぱり小田急の顔です。まあもちろん1編成だけ残してレトロ感を演出する、そういうブランドもあるかもしれませんが、とはいえやっぱり、たくさん持っているのは不都合。あとはやっぱり軽量車体ということもあって、当時としては結構寿命がそこまで長くないということも合わさり、結果的にはまあ置き換えるのが妥当、そういう判断が出ました。まあこういう感じでやっぱり一番大きな理由が、当然ですけれども車両の置き換えが必要だから新しい車両を作ろう。まあこれはよくあるパターンですよね。別に小田急に限らず、西武だろうが京王だろうが JR だろうが国鉄だろうが、みんな大体そういう考えが持ってます。まあ時には新しい列車を走らせるために、あえて新しい種別を作って、それ専用列車を作るってこともあるかもしれませんが、まあ基本的には置き換えとかもある程度変わりますよね。そういう場合でも。ただとはいえ単純な置き換えでは、実はこの小田急ロマンスカーの置き換えうまくいきません。というのもちょうどこの小田急ロマンスカー利用者が増えてました。でもこの当時はまだ外国人観光客もそこまで増えてないから、全然旅行の需要がそこまで極端に増えたわけでもないし、そもそもの話、この1990年代後半って、まあ皆さん知ってるかもしれません。失われた20年間という、いわゆる日本の不景気ですから。まあその失われた20年間の冒頭からもうすでにこんなお金をバンバンジャブジャブ使うような余裕があったかっていうと、まあもちろんそういう人はいますけれどもね、まあ全体の日本全体の割り引きではそこまで多くはありません。まあもちろん息抜きとかで普通の人もいっぱいこういう旅行はしますけれどもね、でも旅行者数がガンガン増えるような状態というわけではありませんでした。ではどうしてこの小田急ロマンスカー、なんか一見すると箱根のイメージが強いですよね。でも実はこれもう一個隠れていたけど、実は結構大きな需要が隠れてました。それは通勤需要です。一般的に通勤電車ってめちゃめちゃなんか、別に小田急に限りませんけれど、まあ朝の時間帯とか特にそうですけど、めっちゃ混みますよね。てかもう総武線とか東西線とか地獄です。もう考えただけで嫌です。しかも今のこのご時世だったらもうもっと最悪ですよね。
さらに言ってしまうと、当時は当然のことだから、今と違って車両もそこまで定員が多くないから、結果的にはさらに混んでましたからね。 200% 超える路線がいっぱいいました。各有田急も 200% 1回か2回ぐらいのラインまで行ってましたからね。まあ皆さんももちろん特殊のごく一部の例外、例えば満員電車を撮影してこの混雑を測って、そのデータを YouTube に公開し、その収益でお金を稼ぐというスタイルだったら、もちろんこの満員電車を撮るのは楽しいのかもしれません。ですがその一方で、普通に利用する側からしたら嬉しいっていうことは、まあもちろんですけれどもね、満員電車とは無縁の人が一回体験してみようっていう気持ちで、まあやるっていうのはいいかもしれませんけど、でもまあ多くの人が多分これ普通に毎日使うのは嫌だと思います。そしてこれを回避する手段として、通勤特急だったり、あとはホームライナーというものが流行っていました。当時は例えば JR の前身国鉄が東北本線で走っていた夜の時間帯の回送電車の特急車両を、それを大宮前ですけれども、例えば上野から大宮間のみ営業運転に変更、これまでは全館回送だったのが上野から大宮の区間だけを営業運転に変更、ただやっぱり上野から大宮間だけ特急電車を運行しても運賃はほとんど稼ぎません。そもそも話、こんな短距離の区間で高い特急料金を払うのは嫌です。だから結果としてこういう対策をしました。国鉄の場合だと確か定期券でも利用可能、かつ料金も普通の特急車も全然安い特別な料金、ライナー料金という感じで設定して、それで運行しましたところ、結構なんだかんだ言って運賃収入が思ったよりも良くて、その結果として他の電車でもどんどん実装、さらには拡大、両数も増結という感じで、当時は結構このホームライダー成功していました。小田急についても実を言うと、結構1960代後半からこのホームライナーみたいな通勤用特急車が走ってました。ちなみにこちらも定期券だけで OK です。一応当時からそういう需要を拾ってはいたんですけどもね、この1990年代だとやっぱり増えてきて、従来の車両では対応するのは厳しいかもしれない、そういう風に判断されました。その結果、小田急はどういうことを思いついたのかというと、そう、この通勤特急の出力をさらに上げて、さらにお客さんを集めて、それでさらに運賃をガッポガッポ稼いじゃい、そういう発想になりました。この結果として単に車両の置き換えだけでなく、通勤特急のさらなる需要拡大に対応するために、さらに輸送力を増やす、こういうことも実は小田急3万型反映しなければいけませんでした。その結果として次のコンセプトがありました。というわけで、続いてはコンセプトについてお話をしていきましょう。というわけで、続いてはエグゼ社のコンセプトについて紹介していきましょう。コンセプトは非常に簡単で、なんかもうはっきり出ています。そう、名前のエグゼ社、このエグゼ社という名前がもう正直コンセプトです。ちなみにエグゼは略称です。なのでこれを略さず丁寧に言っていくと、なんとエクセレンスエクスプレス、ちょっと発音に自信がありませんが、まあこういう感じでしょう。これを日本語で合わすと、素晴らしい速達列車という感じになります。これつまりどういうことかっていうと、まあすごい列車を作ろう、まあだいたいそういうコンセプトですかね。まあこういう気持ちで、実はこの小田急3万型エグゼ社のコンセプトがありました。ではどういう風にこのコンセプトが生かされていったのか、続いてはこのことについてお話をしていきましょう。というわけで、まずは外観から。外観はまあ正直これまで結構合間合間に地味に出てきましたけどもね、ここで一度もう一度おさらいしていきましょうか。こういう見た目です。まあ見ればわかりますけれども、従来のロマンスカーとは全然デザインが違います。例えばこれが今までのロマンスカー、赤をベースにして白だったり、あとはまあベージュっていうんですかね、まあそういう感じの色合いがあります。一方で今回紹介しているこのエグゼ社というのは、なんかブロンズカラーになりました。一応ロマンスカーの証拠として前の鼻の部分に赤い帯が若干ついてますけれども、ほとんど赤の要素は消えました。まあ実を言うと、このエグゼ車ちょっと前にこういうなんか青がベースの小田急車でも走ってましたけどね、でもやっぱりこの帯が一応赤くなっています。まあこういう感じで、一応赤い部分が多いのがやっぱロマンスカーの特徴したけもの。まあ今回のこのエグゼ車、この常識をぶっ壊しました。本当にワンポイントに赤い点があるぐらいで、本当にもう同色になりましたね。あまりにも従来のロマンスカーとちょっとデザインが違いすぎます。そしてもっと驚くのが、この電車なんと全面展望の展望台が完全にありません。先ほど出てきたあの朝霧号とかで運用されていた RSE 車については、まあ置き換えボトルロマンスカーが初代 SE 車ということもあって、 SE 車も一応この展望はありませんでしたから、別にこれを置き換えるという意味では、そもそもなんかこういう展望台がなくてもそこまで問題はありませんでした。そもそもこの電車自体、実を言うと元から JR 東海直通するという側面もあったので、やっぱりむやみに運転台を特殊な構造にするというのも難しかったのでしょう。ですが今回紹介するエグゼ車は、このアサギといった小田急から外に出る運用というのには基本的につきません。なのにもかかわらず、なんとこの電車全面展望が強い、あの展望台が廃止されました。こういう感じで、なんと小田急線内専用電車なのにもかかわらず、まさかの1960年代から続いてきたもう NSE のあの展望台がついにこのエグゼ車で消えました。
さらに言ってしまうと、この電車なんと、冒頭でも言った通り、NSE 車の置き換えもしました。つまり、なんと展望台がついている電車が展望台じゃない電車で置き換えたのです。この結果としてなんか展望台が消えたのは非常に大きなインパクトがありました。他にも変わった点は大きくあります。例えば、連接台車も消えました。エグゼ車は10両編成で運行します。これまで RSE 車とかは11両編成で運行してましたが、実を言うと1両あたりの長さは非常に短かったので、実は通勤電車の1両と比べたら全然長さが短かったです。ですがこのエグゼ車は通勤電車と同じ20メートル車体で作りました。まあ先頭車はちょっと短めですけれどもね。まあとはいえ20メートル車体の通勤電車と同じ仕様のエグゼ車。当然ですけれども、やっぱりこんな長い電車を連接電車で運行するのは物理的に厳しいです。だからロマンスカーの伝統だった連接電車も中心になりました。ただ実は連接電車も1個前に存在した RSE 車へ実は一番最初に消えたような感じですけれども、こちらは何度も言いますが、やっぱり JR 東海との兼ね合いもあるので、むやみに小田急独自の仕様を採用するのは結構厳しい環境でした。だからこそこういう風に連接電車ではなかったりとかしましたけれどもね。でも今回紹介する連接電車はそういう問題基本的に起きないにもかかわらず、今度は別の理由でまさかの連接電車も消えていく。これもまたやっぱり結構驚きを見ました。まあこういう感じでかなり小田急のファンからは意外となんか文句を言われました、この変更点。特にやっぱり連接電車はこれまでの小田急の伝統、全面展望ができるあの展望席も小田急の伝統、これがまさかの小田急専用車で潰されるとは結構驚きですよね。RSE 車も実を言うとこれ潰したんですけれども、まああちらどちらかというと朝日っていう、まあ JR 東海とも絡む電車ですからね。やはり他の会社と絡む以上、むやみになんか小田急独自の強いこだわりを出すのも厳しかったかもしれません。ですがエグゼ車はこの小田急の強いこだわりを出すことができました。それにもかかわらず出さなかったというのは結構ファンからはかなりびっくりされていました。まあこういう感じでかなりちょっと車両の特徴からはかなり小田急のファンに嫌われました。というか今でも小田急ロマンスカーのエグゼを検索するとたまに検索候補に小田急エグゼ不評、これがなんと出ます。ちなみにこれなんと上から2番目、小田急エグゼ、続いて小田急エグゼ不評という感じでした。てぐらい今でもなんか小田急エグゼのなんか不評が流れていますね。これは非常にレアでかつ非常になんか驚かされる話ですが、それぐらいなんか鉄道ファンからは敬遠される存在でした。特に小田急3番型エグゼ車は唯一ブルーリボン賞すら持ってません。このブルーリボン賞というのはできた経緯が結構特殊です。もともとこのリボン賞は1958年に誕生しました。なぜこれができたのかというと、単純に小田急の3000型SE車、初代のあのロマンスカーですよね。あれが非常にすごい功績かつ皆さんから人気が集まり、やっぱりなんか賞をあげたい、そういう気持ちから生まれました。要は小田急ロマンスカーの車両のために作られたと言っても過言ではないような感じです。実際にその後小田急ロマンスカーの NSE 車もそうですし、あとはなんだかんだ言って今回地味になんか出てくる RSE 車もブルーリボン賞を持っています。あちらも結構小田急の伝統を壊している感じがしますが、それでも採用されました。やはりこれはやっぱ東海道直通とか共通化とかそういうことも踏まえた結果、まあ合理性があると判断してくれたでしょうね。まあそういう感じで結構これまで小田急のロマンスカーイコールブルーリボン賞でしたが、なんとこのエグゼ車だけ選ばれていません。というかこのエグゼ車の後のロマンスカー車両もみんな実はブルーリボン賞を取っているため、実はロマンスカーで唯一ブルーリボン賞を持っていないという点でも結構この車両浮いています。ちなみにこのブルーリボン賞の話まだまだ続きがあって、これ結構闇が深いです。実は小田急3番型エグゼ車は1997年の第40回ブルーリボン賞の候補になりました。一応この頃候補者はいくらかありましたが、なんとこの年ブルーリボン賞であった車両がありません。視聴者の中でもしかしたら1997年になんかめちゃめちゃすごいロマンスカーをはるかに上回る神車が出た、もうこれは絶対勝てないだろっていうぐらいもうえげつない車が来て、もうロマンスカーにも勝てないよと思ったかもしれませんが、実はそんなことはなく、そもそもの話ブルーリボン賞すら出ませんでした。まあこういう感じで特になんか1997年のブルーリボン賞の候補、エグゼ車とか小田急のロマンスカーに絶対に勝てない新車、そういうすごいものが出たかというとそういうわけもなく、本当にエグゼ車がある種ロマンスカーとして見なされていなかった、そういう可能性すら出てきてしまうというちょっとかわいそうな歴史を持っています。連接台車の話もやっぱり展望席がない小田急の箱根に行くロマンスカーにこれが使われたのは非常になんかお客さんからしても一般人でさえ結構違和感があり、当然鉄道ファンからは怒りの声がいっぱいありました。 RSE 車は一応なんだかんだ言って朝日中心で基本的にはそういう運用ばっかり、まあ一応箱根にも入りましたけどもね。ただ元からそれはあくまでもおまけ的な感じで、基本はそもそもの話置き換えた車両がなんか展望席ありませんでしたから、まあ展望席がない電車をない電車に置き換える、まあこれだったらギリギリセーフだったかもしれませんが、
今回紹介するエグゼ車は、前面展望がある電車をない電車に置き換えたことがやっぱり結構大きく響きましたね。という感じでまさかの小田急の嫌われ者になってしまったエグゼ車ですが、実は悪い奴ではないのです。ここまでは正直結構エグゼ車の上げ足取りをいっぱいしましたが、ここから先はまあエグゼ車をいっぱい褒めていきますからね。エグゼ車が嫌いな皆さんもぜひ見てみましょう。もしかしたら印象が変わるかもしれません。手ぐらいいっぱい褒めます。というわけで続いては、エグゼ車は意外といいやつなんだ、そういうことを皆さんに紹介していきましょう。まずはエグゼ車の車内から紹介していきます。車内はこういう見た目です。色がダークカラーで結構落ち着いた色合いです。座席のシートピッチも一つ前の展望台付きのワンスカーの車両 HIS 車と比べると 30mm 広がって 1000mm まで広くなりました。これによって若干ですけれどもゆとりがあります。他にも HIS 車ではなくなっていたリクライニング機能がもちろん復活。まあ一応 LSE 車にもあったんですけどもね。まあとはいえやっぱりもう10年以上下がりますから、当然 LSE 車にもなんか乗り心地は向上しています。ちなみにリクライニングはそこまで食べない仕様で、案外と深くはないですが、座席自体が結構分厚いので、なかなかグリーン車じゃない普通座席にしては分厚さだったり、あとはインパクトを感じるかもしれません。台車にも4ランパとかがついて、振動とかを抑制して乗り心地が向上しています。まあ、そもそもの話ですけれど、連接台車の方がカーブの乗り心地がいいかもしれませんけれど、まあこれは一長一短ってとこかもしれません。まあここまでは一応エグゼ車の車内の大まかいところですけれども、実はエグゼ車案外と小田急がこだわり持って作ったと分かる点が隠れています。本当に細かいところですけれども、ここからちょっとマニアックな話かもしれませんが、こういうことも紹介していきます。まずは前面展望について。当然ですけれども、この電車前面展望はカットされました。だから一見すると前面展望は見えないんじゃないかと思うかもしれませんが、実はそうではありません。このエグゼ車で一番前の座席、こういう感じで実は眺望性が悪いわけありません。むしろ今までがちょっと良すぎたのかもしれません。本当にそういう感じで、実はエグゼ車確かに展望席はないですけどもね、こういう感じで一番前から展望を頑張って確保しようとした、こういう功績が見て取れます。特にこういう大型の窓、これを前面に設置して眺望性を確保しつつ、それでいて従来のロマンスカーと同じような眺望性を確保しよう、そういう風に頑張ったという功績でしょう。まあやはりとはいえ 100% 完全に運転台が上に行ったタイプに比べたら劣るのは仕方ありません。ただやはり他の施設の特急車と比べたら眺望性は良いと言えるでしょう。側面の眺望性も忘れてはいけません。側面の窓は結構大きめのサイズを使っています。こんな感じで小田急のこだわりである眺望性というのは、実は犠牲にしようとせず頑張っていましたけど、とはいえさすがにやっぱりなんだかんだ言って運転台を一番上に置いて、その下に座席を置く、こういう完璧な展望台に勝るものはさすがにありません。これは昭和買いましたが、平成の技術を使ってもやっぱりここまで解消するのは厳しかったでしょう。とはいえもし仮に他の鉄道会社、例えば西武とか東武とかそういうところでこの車が走っていれば、全然眺望性がいい列車として走らせることは可能なレベルです。やはりロマンスカーの展望台という、あのめちゃめちゃ高い基準、あの期待値が異常なまで高すぎたせいで、このエグゼ車は平均以上眺望性を確保しておきながら眺望性戦いという、なんかちょっとかわいそうなことが起きました。このような感じで車内の特徴といえるこの落ち着いた空間を確保しつつ、それでいてやはり車両が長い20メートル車ということもあって、ゆったりとした広さもあります。こういう感じで車内の内装の面では非常に優れています。特に座席は結構いい評判をよく聞きます。まあもちろん座席については個人差がありますので、一概 100% あなたに合致しているかというとなっておりませんが、とはいえ見た感じ結構座席は分厚くて頑丈な感じもしますので、確かに結構これ喜ばれているのもわかります。こういう感じで結構車内はどちらかというと観光客よりかはビジネスマン向けの普通のなんか結構無難な感じに仕上がりました。ただその一方で地味に小田急のこだわりの眺望性というのも本当ひっそり感がすごいですが、まあ一応反映されているといえば反映されているのです。エグゼは他にも結構意外と優れている点があります。それは切り離しだったり連結の機能です。元から6両編成と4両編成で分かれる構造でしたが、その連結する際や切り離す際にこの貫通法があります。なんとこれが自動で繋がるという仕組みを持っています。これまでやはり増結や解決というのは結構面倒な作業があって、なかなか苦労する側面もありましたが、このエグゼ車はそれも解消してくれる地味にすごい機能も搭載してました。あと、これまでは悪い意味で結構、ある種、デッドをぶっ壊すって感じでお話しましたけれども、でも正直言って、いい意味でデッドを壊してくれたところもあります。それは主連動機です。なんとこの電車主連動機で IGBT を採用しました。導入は1996年公開なんですけれどもね、まあ、IGBT は比較的早いといいでしょう。まあ、とはいえこの時期は、北海道とかでもなんだかんだ言って出てますから、まあ、ちょっとずつ広がった時期ですよね。まあ、こう考えてみると、特別 IGBT だからめっちゃすごい。別に小田急もちょっと進化したぐらいからいいじゃん、と思うかもしれませんが、実は甘いです。
なんと小田急ロマンスカー、新車含めなんと主電動機、みんな抵抗制御でした。抵抗制御といえば極端な話、初代ロマンスカーの SE 車と同じようなパーツです。まあもちろん改良が進んで全く同じというわけありませんけどもね。でもやっぱり、この一つ前の RSE 車、こちら1990年までになぜか抵抗制御という非常に普通に考えたら、なんか不思議な構成です。小田急はすでにこの頃 VVVF 車を通勤列車で導入したとになぜか、ロマンスカーでは VVVF どころか抵抗制御というとても古いものを採用しました。HISE 車でも結構開示チョッパーという一応抵抗制御かはランクの高い制御装置を使ってましたが、これは結局通勤列車に止まってロマンスカーではやっぱり抵抗制御のまま、こういう感じでロマンスカーはなぜか知りませんけれど抵抗制御をずっと使ってました。当然ですけれどもやはり制御装置は新しい方が消費電力が落ちます。だから環境負荷面を考えるとやっぱり新しくなってくれた方がいいわけです。また VVVF の場合だと交流モーターとなってより消費電力が抑えられるし、さらにはメンテナンス面でも上です。他にも騒音面でも、まあもちろんモーターによっては差がありますが、とはいえ基本的には静かになります。性能も上がります。小田急ロマンスカーがこれまで培ってきた抵抗制御というこだわりが、ようやくこのエクザ車でなくなったと思います。これはある意味個人的には、いい意味で伝統をぶっ壊してくれたと思ってます。他にも車両性能が非常に現実的なものになりました。ではどういう風になっていたかというと、高速域よりも低速域や中速域をもっとしっかりとする、そういう方針に変わりました。これまで初代 SE 型から結構地味になだかんだ言って、最高速度が145キロだったり、もっとすごいと170キロの電車が走ってました。これがこれまでのロマンスカーの最高速度でした。まあもちろん実際営業運転では110キロ止まりでした。というか今でも110キロ止まりです。ですがこのロマンスカーの最高速度は当然上がらないですよね。この結果やっぱり140キロ台とか150キロ台の加速性能ってあんまり考えなくてもいいです。逆に言ってしまうと0キロからの加速でいかに早く110キロまで着くか、そこら辺の方が実はロマンスカーは重要だと思います。さらには特に朝の時間帯や帰宅時間帯とかは顕著かもしれませんが、利用者が多すぎて、なかなか前の電車をどかせず追いついてしまうこともあります。特に積み残しが多発して遅延してしまうと、ロマンスカーの方にも当然影響を及ぼしてしまいます。その結果として低速域でずっとダーダー走るということが続きますが、そうなってくるとやはり小田急ロマンスカー自慢の最高速度145キロがなかなか活かせません。むしろ逆に低速域での加速力が必要になります。やっぱり低速域でダーダー走ってから一気に加速して、90キロ、100キロまで一気に加速していくというスタイルで走らないとやはりなかなか所要時間の短縮は見込みづらいかもしれませんよね。その結果エグゼ車は歯車比も大幅に上昇しています。これまでの小田急ロマンスカーはやっぱり高速域を重視して歯車比を下げてきましたが、このエグゼ車はやはり現実的に結構前に詰まるなという現状を見て、やはりここは歯車比を上げてかなり低速域での走りも重視していこう、そういう方針にシフトしました。ただとはいえやはり車両の性能はVVVF と交流モーターという非常に強力な組み合わせによってかなり結構実は悪くはなかったりします。実際 D09 系が 4M6T で定格容量が 100kW 以下という、まあ結構貧弱な電動機でありながら普通に 110kW 出しますからね。交流モーターは恐ろしいものです。エグゼ車も実際 MT 比が脅威の1対2もしくは3対5てな感じでかなり低めになっています。ですがそれでも低速域から高速域までしっかり確保できるのは VVVF の恩恵とも言えますよね。今でこそ確かに、複々戦区間がある程度長くなったために結果的には、まあ詰まることは減りましたけれど、とはいえやっぱり今でも新百合ヶ丘から、向こう側か上か上り戸あたりとか、そこら辺では結構頻繁に詰まりますからね。詰まって一旦減速しても、すぐに最高速度まで復帰できる。こういう車両性能を確保したのは、エグゼの特徴ともいいでしょう。とはいえ最高速度は120キロまでしか出せません。ただ実際今現在120キロどころか、110キロ止まりですよね、最高速度は。特に今のところは、車両性能で満足していると言えます。そればかりか加速性能もいいし、消費電力も結構抑えられているので、結果的には、まあ、環境には結構親切な仕様ですね。そしてこのような感じで、小田急の中では嫌われ者の存在とも言われていた、小田急3万型エグゼ車ですが、開業当初は確かに、スーパー箱根や箱根といった、箱根に観光するための列車に普通に導入されていたので、やっぱりなんかちょっと中途半端でなんか良くない、そういう意見がありました。その結果として、一旦はちょっと置き換え気味だったなんか LSE 車とか HISE 車の箱根運用がまた復活して、ほとんどの運用がこの HISE 車とか LSE 車といったまあ展望席がある従来のロマンスカー、これに戻ったりしました。ただその一方でこのエグゼ車も全然活躍してないというわけではありません。むしろ大活躍です。すごい活躍しています。活躍の場は主に相模やホームウェイ、その他諸々の通勤特急に一極集中、もうここ一辺倒って感じで、本当にこの仕事は最強でした。このエグゼ車が入る前は、もう常に満席だった、この特急電車の通勤運用。驚くべきことになると、コム運用は、普通に朝の時間帯とか夜の時間帯を中心に、重量編成の20メートル車であっても、いまだに満員という、
すごいお客さんに恵まれました。実際これまで100人以上も一応輸送力は1編成あたり増えたのにもかかわらず、それでも満員というのは、これはつまりどういうことかっていうと、やっぱりエグゼ社の高い輸送力、この高い出力によって需要をよりいっぱい引っ張ることができる。この結果としてさらにいっぱいお客さんを運ぶことができた。ある意味鉄道としては正当な成功を収めています。こういう感じで通勤客やビジネス客からしたらいいやつとして見なされるのも当たり前でしょう。実際に小田急の公式型サイトで小田急3万型のエグゼ車についてはこういう風に説明されています。沿線で親しまれるホームウェイのメイン車型、まあこういう感じで小田急の沿線住民の通勤の足として、あのまだまだ混雑する小田急のあの混雑、あそこから救ってくれる素晴らしい存在としてやはり慕われるのも当たり前です。というかそもそもそういうこともある程度想定して作ってますからね。まあある意味で小田急の意図通りの車両ができたという感じでしょう。まあもちろん五感切りという感じで、これまでのロマンスカーの長所だった眺望性とかが若干減ってしまったりとかで、結構がっかり感もありましたけれど、とはいえど今現在どちらかというとこういう通勤ライダーとかホームライダーとかそういうしっかりとした観光以外の需要、当然やはり小田急の沿線は人が多いですからね。結果としてはこういう需要を拾うのには非常に強いですから、通勤ビジネス需要に特化したこのエグゼ社はしっかりと活躍していることがわかります。このような感じでちょっとロマンスカーだからちょっといろいろとなんか騒動が起きましたけれども、なんだかんだ言って悪いやつではありませんからね。むしろなかなかすごい列車とも言えます。やはり最初のロマンスカーの置き換えで、箱根スーパー箱根といったまあいわゆる観光メインの運用にこういう通勤メインの車両になればちょっと失敗だったかもしれません。ですが今現在結構これも反映されている運用を加えていて、あまり箱根のやつかずどちらかというと相模江ノ島といった運行形態に使われています。またこういったところを評価する声もあって、意外と実はグッドデザイン賞を受賞しています。1996年ですがグッドデザイン賞を受賞しました。意外にも鉄道ファンの賞は取れませんでしたが、その一方で車両本体のロマンスカーという肩書き出してみた普通に純粋な車両の評価は非常に高いと言えます。受賞理由もデザインがいいのももちろんですし、他にも輸送力の大幅な向上、さらには車内の快適性の大幅な向上、この3点が賞の決め手だったそうです。やっぱりこういう感じで絶対的になんだかんだ言っていい感じに仕上がっていたエグゼ車、鉄道ファンの伝統とかそういったものを抜きにして丁寧に水平に評価してみると、実はすごいでしたってことが分かりましたね。さらには2007年になんとロングライフデザイン賞として受賞しました。やはりこの斬新なデザインがある種評価されたかもしれませんし、他にも小田急がひっそりと意識した10年間経っても色褪せないデザイン、これも地味に意識してました。その結果がもしかすると10年間やはりかっこよく斬新なデザインを保ち続けた、こういう意味でのロングライフな雰囲気、この長い車両の価値の保ち続けるパワー、この評価を結構しっかりしたのかもしれません。こういう感じで実は小田急3万型エグゼ車ブルーリボン賞を唯一逃しましたが、その一方で鉄道ファンではなく一般的に使うような観点、そういう観点の時には非常に優秀なことから、なんだかんだ言って鉄道ファンとは関係ない領域で賞を取ってしまうという意外な光景もありました。ちなみにこのグッドデザイン賞は3万型以降も後の5万型、7万型といった後継のロマンスカーについても選ばれていました。ですが実はこのグッドデザイン賞に一番最初に選ばれた列車、これが実を言うと今回紹介しているエグゼ車、ある意味エグゼ車が新しいロマンスカーの歴史を作っている、そういう風に考えることもできるかもしれません。こういう意味ではある意味でロマンスカーのデザインに対するこだわりがしっかり反映できた証拠とも言えます。決してエグゼ車はダサくない、そういうことははっきり証明できましたね。そしてこのようにやはりエグゼ車はなんだかんだ言っていろいろとすごい賞を取ってきましたが、とはいえその一方でやっぱり2010年代となってくると導入されてから20年ぐらい経ち、やはりちょっと特急車としては見劣りする部分が出ました。その結果としてエグゼ車、極端な話廃車もありましたが、当然この話の中か分かるように廃車にはなりません。なんとリニューアルが決定しました。ここからはこのエグゼ車のリニューアルについてお話をしていきましょう。普通だったら純粋にこうタイトルリニューアルでもいいかもしれませんが、今回のこのリニューアルはある種進化と言えるぐらい進化しましたからね。まあ本当に進化と言えますから、ちょっと進化くどいですけども、まあこういう感じでかなりこのリニューアルで大きく変わったと言えます。まず一番変わったのは見た目でしょう。なんとリニューアル後の見た目がこんな感じです。従来の車両と比べるとなんか色合いが変わりましたよね。かなりまず塗装がこういう風にめちゃめちゃ変わりました。車体はエグゼ車よりもさらにメタリックになり銀色になりました。銅から銀、なんか銅メタルから銀メタルにパワーアップした感じで、まあ要するになんかグレードアップを示してるかもしれませんね。また小田急ロマンスカーのあの赤い帯が横に追加されています。こういう観点からも一応ロマンスカーっていうことを強調したかった、そういう雰囲気が見て取れるかもしれません。またこの時再現に名前がエグゼアルファと再現にアルファというのがつきました。まあこのアルファと分かるようになんか付け足されてる感じがしますよね。もちろん結構付け足されました今回この更新工事で。
まず車内がこんな感じでガラッと変わりました。ウィキペディア先生が言うにはこういう感じでなんか真っ青になったそうです。まあ実際は真っ青ですね。これまでのエグゼラがちょっとなんか暗めの雰囲気だったのがエグゼルファーではかなり明るくなりました。他にもこちらは小田急公式の画像から引用してきましたが、こういう感じで傘を入れる、いわゆる傘ホルダー的なものもあります。これもある種ビジネス的な利用では役に立ちますよね。普通にお出かけでも使えますけれど、ビジネスに天候は関係ありません。雨が降ろうが晴れてようが、行くべき時には行かないといけませんからね。観光だったらもしかしたらちょっと天気が悪い時はちょっと延期とかも行きますけれども、その一方で、やっぱビジネスはそれは厳しいですからね。まあそういう意味でも、ある種ビジネスにさらに特化したという雰囲気がします。座席にあるテーブルについても、なんだかんだ言ってノートパソコンを置けるサイズなので、結構地味に使えるとのことです。小田急公式が言ってます。この点もまたやっぱり、小田急ロマンスカーのエグゼ社の、この、ビジネスに特化する、これがはっきり当てますよね。他にもトイレが進化したりとか、意外と細かいところも進化してますね。さらには今の鉄道では結構最近増えている防犯カメラも、今のこのご時世に合わせて、しっかりと結構早めに導入していました。リニューアルした2016年と、まあ、E235 系の防犯カメラの本格設置の前ですからね。まあ、早いっちゃ早いです。ちなみに地味に和式トイレは消えています。まあ、やっぱり外国人の配慮でしょうか。他にもなんか、多目的室を追加されました。さらに座席についても地味にクッションが交換されています。これは正直言ってもしかしたら個人差がかもしれませんが、まあ一概には結構座席自体は進化していると言われてます。ただ本当に座席は結構個人差が大きいので、まあ一概 100% これが正しい評価とは言いませんが、まあとはいえ一応、小田急的にはより良い座席に交換したと言ってますからね。まあ一応信じましょうそれを。このように結構お客さん目線で進化したエグザルファーですが、他にも環境性能がさらに飛躍的に向上しました。まずは VVVF から。VVVF がなんと SIC の VVVF になりました。ちなみに小田急伊勢型更新車とかに使われているフルタイプの SIC のタイプです。この結果はなんと VVVF 単体でも消費電力が4割以上下がったらしいです。他にも主電動機が地味に全密閉式に変更されています。その結果としてメンテナンスが楽になりましたし、おまけに騒音も外に撒き散らす騒音が減りました。エグゼ車地味に結構 TD で高速で主電動機を回す傾向がありますから、やっぱり騒音を抑える効果は大きいと言います。やはり特急なので、従来の普通の電車に比べて最高速度が10キロ高い110キロですからね。この主連動機の交換は、騒音を抑えてみて環境評価、沿線の騒音の低減に役に立ちますから、まあ、いい改良と言います。もちろんモーターは新品で新しいタイプですから、消費電力も当然落ちました。ただ一個ちょっと問題点があって、それは、リニアル第1号に限定されますが、コンセントが使わなかったということです。やっぱりビジネス需要としては、コンセントが使うことが非常に嬉しいことですからね。コンセントが使った方がやっぱり嬉しいですよね。第2平成以降はリニューアルでつきましたけれど、第1平成だけ未だについてないらしいです。ただもしかすると今後はこのコンセントも追加でつけてくるらしいですので、もしかしたらもうすでにこのコンセントはリニューアル第1号にはすでについているかもしれません。こういう感じで地味にリニューアルも年を追うごとに進化しています。このような感じで結構エグゼ社、エグゼアルファとして徐々に少しずつリニューアルが進行しています。どうやら2020年4月現在では一応、6両固定編成3本、4両固定編成3本がリニューアルが終わってるらしいですが、実はまだまだこのエグゼ車はまだまだリニューアルが終わってません。他に確か7編成70両がありますからね。4両、6両それぞれ多分4編成がまだリニューアルが完璧に終わってません。今後どういう風に進化するかにもよりますが、やっぱり写真を撮るのが好きな方だったら、未更新の普通のエグゼ車についても記録をしていることをお勧めするかもしれません。というわけでここまではちょっとリニューアルについて解説しましたが、最後はせっかくなのでちょっとこのエグゼ車が今どういう感じに運用されているかについて紹介していきましょう。今現在のエグゼ車の運用は主に、というか正直言って富士山っていう御殿場線直通運用以外はほとんど入ってます。一昔前というか登場時に結構嫌われ原因になったスーパー箱根や箱根の運用にもガンガンついてます。特に箱根の運用は割と目立ちますね。ただスーパー箱根については一応休日限定、しかも1本のみ朝9時台のみ出しです。一応この動画撮影してる時点での小田急ダイヤ見た感じではそういう感じでした。ただエグゼ車はやはり小田原前の輸送と小田原川崎の輸送を分け合いますから、そういう意味では箱根湯本へ行く人しか使えないという極端な固定観念を取り払う。実際スーパー箱根は新宿から小田原ノンストップと、まあ小田原まで行く場合にも結構使いやすい車ですからね。この小田原までの需要というのも結構拾えます。だから小田原まで10両、小田原からキーハーしてる近くだという運用を組めば、そのキーハーサイド分だけ、ちょっと小田原までしか乗れないっていう感じで、需要を分けることもできますし、ある意味、運用上はなんか都合がいいです。ただ、とはいえやっぱり展望性がロマンスカーの中ではあまり良くないけれど、その一方で、スーパー箱根生えてる光景はちょっと昔の、ちょっとあの例の騒動を思い出しています。ただ、箱根号についてはそもそもの話、昔より本数が増えてますからね。特に午前中は1時間に3本を走る時間帯もありますから、昔は割と2本が基本でしたのに、それが3本に増えてますから、ある意味、
もともと展望車が1時間あたり2本だったのが、展望車じゃない列車も1本増えて増発されたと考えれば、まあ悪くはないでしょう。別に100人中100人がこのロマンスカーの展望性を重視してるわけではありませんから、そういうのを重視しない方にとってはむしろこっちの方がいい可能性もありますからね。実際小田急も展望席が取れるかどうかは一応、時刻表である程度はっきりさせてますから、それを見て、お客さんに判断してもらう、そういうこともできますからね。今のネット社会すごいです。ある意味情報が伝わりやすくなった。こういう観点からも、ある程度、運用が分かんだったら別に、エグゼ車でもいいや。エグゼ車はやだ。絶対展望席がいい。これまでの問題だった、乗るまでよく分かんなかった運用。これも解消できているので、こういう時代の変化というのもある意味、エグゼ車が箱根運用に結構出ているきっかけかもしれません。そして夜のホームライナーの運用はやっぱり、エグゼ車の巣窟です。大体半分ぐらいがもう、エグゼ車で埋め尽くされていました。地下鉄直通運用のやつについてはさすがにちょっと無理ですけれども、まあ地上車の運用であればバンバンついてきますからね。さすがエグゼ車という感じでしょうか。本来の普通の通勤的な需要もがっつり果たしています。こういう風にダイヤを見ると案外と今のエグゼ車って地味に通勤ユースも果たしてるけど、最近に観光需要も結構賄ってくれている。小田急的には割と仕事をしている会場でしたと言えます。こういう感じで小田急の縁の下は力持ちという感じで頑張っている小田急3万型エグゼ車、今後はアルファですね。エグゼアルファ。こういう感じでどんどん進化していって、今も小田急の発展を支えています。影からですけれどもね、結構。というわけで今回のまとめといきましょう。今回はエグゼ車について皆さんに紹介をしていきました。冒頭に言った通り、30分くらい尺が行くんじゃないかと思いましたが、今現在36分程度。まあ本当に長いです、この動画。まあ逆に言えばそれぐらい結構話しがいのある電車と言えます。まあこういう感じでネタを作る側からしたら結構ありがたい電車ですが、この電車は1996年誕生しました。作られた目的はビジネス需要に対応するためと、あとは輸送力の大幅な向上を図るため。その結果として、全面の展望席は潰れましたし、おまけに、ボギー台車になって従来のあの連接台車、あれもなくなりました。色合いも小田急線内専用ながら全然違う色合いになってしまって、さらには、小田急で唯一、未だにブルーリモーションを取っていないちょっと可愛さでしたになりました。ですが、その一方で、一般からの評価は良く、その証拠に鉄道ファンとは関係ない賞とも言える、グッドデザイン賞で、なんと受賞。さらにはロングライフデザインという結構、長期的に見ても色褪せないデザインという観点から、そういう賞が後に配られています。という感じで実を言うと、一般の客からしたら結構、受けが良かった賞だったりもします。ただやはりファンの期待を裏切ったという側面も持っています。ですが、とはいえ、本来の目的のこの通勤の需要を賄う、こういうことがしっかり評価されたのか、小田急のエグゼ車は全然普通に使われていくことが決まり、エグゼアルファとして進化しました。ただでさえ良かった車内がさらに進化して、普通特急列車としてはなかなかすごい設備になりました。特に座席とかが結構評判がいいです。地味に VVVF を最新の SIC のものとあり、消費電力も大幅に抑えられてますし、密閉型の電動機になったことによって、騒音も抑えられました。さらにはメンテナンスも楽です。この車両で使われた、自動で貫通フォルムをつけちゃう連結機能は非常にすごく、なんと、2分以内で連結や切り離しを終わらせてしまうという優れものでした。これまではこの切り離しや連結で結構手間取って時間がかかってしまい、その結果、特急車の所要時間を大幅に奪ってしまう。そういう懸念もありましたけれど、なんとこのエグゼ車、こういう切り離しや連結のデメリットも抑えてくる。結構地味に小田急側からしても素晴らしい車両です。やはり従来のロマンスカーとは路線が大きく違いすぎた結果、かなりロマンスカーファンから嫌われましたが、その一方で、一般の方だったり、沿線住民の方々、そういった方々からはやはり、小田急公式にも書いてある通り、結構好かれているそうです。こういう感じでエグゼ車結構インパクトな車ですが、実は私とも若干ゆかりがあります。どうしてゆかりがあるかというと、これは完全に個人的な話になります。だからこそわざとこの最後ら辺に持っていってますからね。ここまで聞く人だったらさすがに聞いてくれると信じてちょっと聞いてください。実は私が初めて乗ったロマンスカーがこのエグゼ車です。ほんとただそれだけです。ほんとすごいどうでもいい話かもしれませんけれど、私が生まれて初めて乗ったロマンスカーがこのエグゼ車でした。乗った区間は新宿から箱根元スーパー箱根。私もこの頃はそんなに年齢が大きかったので、今ほど全然鉄道知識はありませんでしたが、とはいえその一方で、確かになんかロマンスカーのあの雰囲気はちょっとなんか違うなとか、あとはちょっと、他のロマンスカーとはちょっと違う雰囲気がした、そういう気持ちがあります。ただやっぱり、特急列車乗ってるという感じはしっかりしましたし、普通になんか乗ってていい感じをしたなと感じましたからね、子供心ながら。まあ、やっぱり純粋にただ単に中間車に乗っていくスタイルだったら、割とこの電車も結構いい選択肢だと私は思いました。もちろん全面展望をお楽しみのお客様は、やはりちゃんとしっかり展望席の電車を選んでおりましょう。でもその一方で、別に展望どうでもいいと思う方は割とこの電車を選ぶのも私は悪くないと思います。まあこういう本当にどうでもいい私の小さい頃のどうでもいい感想でした。というわけで今回はこれでお会いしましょう。私のチャンネルでは他にもこういった小田急に関する動画をいっぱい投稿していきます。興味があったらぜひチャンネル登録してくれて嬉しいです。また面白いと思ったら高評価。あとは、この動画を最後見られたはずで、クレイビーという単語を残してくれると嬉しいです。というわけで今回はこうしましょう。バイバーイ。